日本代表発表で今回も様々な反応があったみたいね。実はそうなんだ。ただ異変もあってだな。今回はその件と関連の報道、さらに韓国は日本に生かされる?についてまでやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。韓国が日本に生かされる。それ気になるわ。それはこの後。まずは日本代表メンバー発表への海外反応と、それ以外の反応を見ていこうぜ。日本の恐ろしい準備、冗談じゃない。森保ジャパンのインドネシア対策に対戦国メディアは戦慄、ゾッとする。日本代表は11月15日にインドネシア代表、19日に中国代表と北中米ワールドカップアジア最終予選を戦う。そのメンバー27人が7日に発表された。まずはインドネシアの反応ね。初戦で対戦するしどんな感じかな。個人的には中国よりインドネシアのが厄介な気もするし、どんな反応してるかは気になる。だが、反応したのは意外なところで。その記者会見の場で、インドネシア代表が続々と増やしている帰化選手の数について質問が出ると、森保一監督と共に登壇した山本昌邦ナショナルチームダイレクターがこう回答した。我々の分析スタッフは充実しているので、すべて把握している。それは現場の監督、コーチに共有されている。すべて理解している。今回は古橋復帰くらいでやっぱり順当なメンバーになったわよね。それもあってか質問もメンバーについてというよりも別なことへの質問が多かった。山本さんへの質問もね、メンバーが同じだと何の質問するかもぶっちゃけ難しいよな。でもアジア最終予選だからメンバーが固定されるのは仕方ないというか当然だからな。このコメントに、インドネシアのメディアが反応。スアラは、日本の恐ろしい準備、インドネシア代表選手の全データを掌握、と見出しを打ち、こう伝えた。日本はインドネシア代表チームに対してゾッとするような準備をしている。サムライブルーにはインドネシアの選手に関する全てのデータがある。帰化選手を警戒している森保一監督は、戦略を立てる上で考慮するだろう。また、ボラスポーツ、も、冗談じゃない、日本はインドネシア代表チームの全選手のデータを持っている、と報じた。丸裸にされているのではないかと、危機感を持っているようだ。そこに反応したんか。これ当たり前じゃね?何のために分析官がいんのよ。それな。私はそもそもこの質問が出た瞬間にそれ思ったよ。対戦相手のデータがないはずがない。ましてやアジア最終予選なんだから。アジアカップでも対戦してるしね。格下だからデータないだろ。とでも思ってたんだろうか。でもさ、この手の反応を見てるとこういったものって多いんだよな。そこまで準備してるのかみたいな。こっちからすれば当たり前だろ。って思うけど。確かに。中国なんかは毎回そんな反応してる気がするしね。特にインドネシアって帰化政策によって選手が入れ替わってるし、常に情報アップデートしていかないと痛い目に遭う。サウジアラビアとオーストラリアのようにな。森保監督もそこについて話してたしね。サウジアラビアとオーストラリアのようにならないために分析官の情報に期待しましょう。第6節でアモイに出会い間見える中国のメディア、ジーボーバは、対戦国のメンバー発表を速報。さらなる悲劇を避けるにはどうすればよいのか?と見出しを打ち、次のように伝えている。中国代表は海外組が0人、日本代表は23人だ。ミッドフィルダーと前線は全員がヨーロッパに滞在している。9月の第1節ではアウェイで07と歴史的大敗を喫しているだけに、森保ジャパンの豪華な面々に戦慄を覚えたようだ。07が完全にトラウマになってる。さらなる悲劇を避けるにはどうすればよいのか?まさにこの通りで、中国は勝利を目指すというよりはいかに失点を最小限に抑えるか?の勝負になりそうだ。07ではね、埋めようのない差だし、勝利を目指すというよりはさらなる悲劇を回避する方法を考える方が現実的よね。このニュースを対戦する中国の複数メディアが報道。すると、同国のファンから次のような声が上った。降参だ。クソ、また日本に一周されるぞ。また07だ。10-00のフォーメーションを敷け。バス横行。先輩なら03で済む。選手層に大きな差がある。日本がアウェイゲームをする際には慈悲を持ってくれるように願うばかりだ。日本は中国とインドネシアに対しても最強の布陣で臨むのかよ。アモイで懲らしめられるのを覚悟しなければ、9月の対戦では07で敗れているだけに、精鋭を揃えた布陣に震え上がっているようだ。中国はやっぱりな反応だったな。この反応を覚えておきましょうや。初戦でもこんな感じだったのにいざ大敗したら自国代表のことボロクソ言ってたからね。順当に負けてボロクソ言われるってのもなんかかわいそうだよな。ジョークだけど10-00も意味ないというか逆効果よね。オーストラリアも守備的な戦術ではあったけどドン引きサッカーではなく、コンパクトな陣形保ってたからこそあの試合ができたわけで、ドン引きサッカーしたら日本にやられ放題になる。じゃあそのサッカーを中国はできるのか?と言われたらそれもまた難しいという。積んでるなこれ。となるとそりゃあこういう反応になるわね。基準は前回の07。惨劇はまた再び繰り返されるのか。様子を見てみよう。そして今回やっぱり一番の注目となったのは古橋復帰だったよな。スコットランドでは落選の度に皮肉報道をしてきたが、選ばれたら選ばれたでやっぱり皮肉ってるようだ。
だからすっとこって言われんだよこの野郎。今回の古橋の代表復帰に対しても皮肉混じりに伝えられている。例えばスコットランド市のザスコティッシュさんは、同じくセルティックから招集されたフォワード前田大然27、ミッドフィルダー旗手レオ26とともに、この3人は今シーズンの戦いで好調を維持していると称賛した上でこう伝えた。特にブンデスリーガの強豪ライプチヒに 3-1 で勝利した5日夜のチャンピオンズリーグでは、3人が連携して素晴らしい活躍を演じた。その中で強豪はセルティックのキャリアで最高の得点感覚を発揮していた時に、代表に呼ばれなかった経緯がある。対照的に今シーズンの公式戦ではここまで15試合に出場して6ゴールにとどまっているが、彼がどれほどの脅威であるかは疑いようがない。日本代表への招集はクラブにとって名誉となるが、セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督は3人の中でも、とりわけ強豪に無事に帰国してほしいと祈っているだろう。古橋の活躍も代表レベルであることもみんなわかってるんよ。障壁となってたのは森保監督の戦術とのミスマッチだからね。こういう選手は必ず毎回出てくる。でも今回招集されたことでちゃんと候補には入ってることが証明されたな。無視されてるってスコットランドでは報じられてたもんね。そんなわけないだろうと。別のスコットランド紙のザ・スコッツマンは、凍えるセルティックのスターがようやく荒野から引き戻されたとこう伝えている。強豪が日本代表への招集を勝ち取り、1年以上に及ぶサムライブルーからの追放生活に終止符を打った。レギュラーストライカーの上田綺世の負傷という恩恵もあるが、今シーズンのセルティックでの好調ぶりが報われた形と言っていい。追放生活、こういう表現多いわよね。また、セルティック専門メディアのセルツアヒアーも、森保一監督が珍しく強豪招集した理由と題した記事の中で、千葉市内で行われた会見内容を称報した上で、古橋に対してこう言及している。今回の選出はセルティックにおける輝かしく、インパクトの強いパフォーマンスがヨーロッパのトップクラブの目に留まり、あのマンチェスターシティが強豪に興味を持ったと報じられたことなどが総合的に評価されたからだと見られる。同じく日本代表での出場時間確保に苦戦している旗手レオとともに、インドネシア、中国と戦う今回の活動は彼らが日本代表での地位を固める絶好の機会となる。今回の対戦相手を考えると、展開次第では十分に出番はありそうだ。特に古橋はスタメンは難しくとも途中出場の可能性は高い。どっちかというと旗手がまた微妙な気がする。展開次第ってのはその通りだけど、そもそもベンチに入れるのか問題がまた出てくる。それなぁ、絶好のチャンスであるとともに、当然負けられない試合で、そこはシビアに判断されるだろうし。スタメンも注目だけど、ベンチ入りメンバーにも注目ね。ってことで、ここまでが日本代表メンバー発表への反応だ。らしい反応だったわね。やっぱりスコットランドも皮肉ってくるあたりらしいわ。選ばれたメンバーで頑張ってもらおう。では次に、それ以外の反応と韓国が日本に生かされるについて見ていこう。インドネシアメディア、リプタン6によると、同国代表の帰化政策について独立調査機関インドネシアポリティカルインディケーターズが10月10日から15日間にわたって調査。イタリア一部インテルの元会長でインドネシアサッカー連盟 PSSI のエリック・トヒル会長の方針に 94.4% が満足しているという。同機関の創設者で史跡研究者のブルハヌディン・ムクタディ氏によると、全国調査で回答者の 29.6% がトヒル会長のリーダーシップに非常に満足している、 64.8% が満足しているだったとし、不満を抱いているのは 4.5% のみだったという。同氏はこれまで調査を行ったことないので比較はできないが、トヒル会長の支持率は高いようだと説明した。またブルハヌディン氏は、回答者の 71.5% が帰化選手の起用に同意している。という同氏は、代表チームのランキング上昇により国民の大多数は代表チームのプレーの質向上を高く評価している、 80.3% の大多数が代表チームのクオリティについて非常に良いと回答した、大幅にレベルが上がったと感じていると語っていた。これ結構疑問に思ってた人多かったわよね。これだけ帰化選手だらけになると、インドネシアの人はどう思うんだろうって。私も気になってたけど、かなり支持されてるみたいね。結局は結果なんだろうな。今はプレイオフ進出を狙える位置にいるし、サウジアラビアとオーストラリアに引き分けて将来への希望も見えてる状況だから。まあ中国には負けたけど、結果が良ければ支持され、悪ければ支持されない。まあ当然か。でも帰化選手の起用について回答者の7割程度の同意ってことは、不満を持ってる人もいるってことだし、結果次第では一気に不満が爆発したりするかもね。まあ結果の世界だから、帰化政策関係なく。何にしても現状では帰化政策はかなり支持されてるようだ。そして中国メディアからはこんな報道が出ていた。中国メディア、ソーフは、グループリーグ第5節インドネシア対日本の試合が中国代表にとって重要な一戦になると報じていた。ここまでアジア最終予選4試合を消化した段階で、日本代表は3勝1分け勝ち点10でグループ首位の座をキープしている。一方で11月に対戦するインドネシア代表は6カ国中5位、中国代表は得失点差でインドネシア代表に遅れを取り最下位に位置していた。中国目線だと確かにこの試合重要よね。
日本が順当に勝ってくれないとインドネシアとの差が開いてしまうし、中国は順当負けしてるわけだしな。しかも大量失点。そこでインドネシアが日本相手に引き分け以上に持ち込むと中国は苦しくなる。同メディアは、日本代表選手のほとんどはヨーロッパのクラブでプレーしており、多くは5大リーグの主力選手だ、と前置きし、インドネシア代表と対戦する日本は24年間彼らに対して無敗記録を維持している。第5節の試合で、勝利することによってグループ首位の座を固めることになるだろう、と、現状の両国の力関係と歴史的な成績を比較した上で、日本の勝利が濃厚であると伝えている。まあ普通に考えたらそうでしょうね。そうならないとやばいしな。また中国代表については、アウェイでバーレーン代表と対戦するが、中国はグループ内で上位2位を争うほどの力が足りず、目標を設定するとすれば4位争いだけだ、と言葉を続け、4位争いの主な対戦相手はバーレーンとインドネシアである。バーレーンとの勝ち点差はわずか2で、インドネシアとは同じだ。インドネシアは強豪日本と対戦するため勝ち点をつかむ可能性は少なく、中国にとってはこの一戦がグループ最下位から脱するチャンスとなる。バーレーン代表を破れば勝ち点1を上回ることができるだけではなく、順位も4位に上がることが確実となり、サウジアラビアやオーストラリアを超えてグループ3位に入るチャンスも得られるかもしれない、と。仮に中国がバーレーン相手に勝利すれば、4位争いで直接的なライバルとなるインドネシアは日本に敗北するのが濃厚であり、今後のグループリーグ突破に向けて第5節は重要な試合になることを強調していた。そっか。中国はバーレーンと直接対決するわけだもんね。そこで勝利した上で日本が順当に勝てば暫定で順位が上昇するものね。確かに中国にとってかなり重要な試合だわ。次に日本と対戦するけどな。そうだった。まあでも日本には負けてもいいでしょ。中国はとにかくバーレーン戦。ここ勝たないと。でも中国がバーレーンに勝つイメージが不思議と出てこない。普通に実力ではバーレーンのが上だからな。なぜか中国では同レベル扱いしてるけど。ただ、インドネシアに勝利したことはものすごく大きい。勢いがあるからもしかすると。冷静に考えるとさ、インドネシアとバーレーンに大きな差はなかったし、そのインドネシアが中国に負けてる。この3チームに差は思ったほどないのかもね。そうなんだよな。それだけに中国はバーレーンに勝利できるかがかなり重要。これらの注目試合はリアルタイム編集で試合直後に投稿予定。今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。これ日本代表が今抜け出してるから普通に面白そうやな。と高みの見物できるけど、ここに巻き込まれたくないわね。やばすぎる。11月シリーズしっかり勝たないと。本当にその通りだな。11月シリーズはインドネシアと中国ということでもともとしっかり勝つ必要があるが、ここでやらかしたら一気にこのカオスに巻き込まれることになってしまう。必勝だ。インドネシアも中国も実力なら日本。唯一気になるのはサポーターかな。インドネシアはもちろんのこと、中国も謎に満員のサポーターだから。あれだけ毎回ボロクソ言ってるのに。ツンデレだよな。だからインドネシアも中国も警戒すべきはむしろそっちなんだよな。あとは怪我か。とにかくしっかり勝ちましょうや。普通にやれば普通に勝てる。油断はもちろんダメだけど考えすぎも良くない。そして韓国が日本に生かされる？って話が気になるのよ。どういうこと？U20 ダブル杯予選も兼ねた U20 アジアカップ、日本は韓国、シリア、タイと同居 U20 アジアカップ、7日、AFC U20 アジアカップ2025の組み合わせ抽選会が中国の深圳で行われた。U20 アジアカップ、韓国と同グループになりました。なんか最近もこんなの見たことあるような、オリンピック出場をかけたアジアカップだな。そこでも同グループになった。グループステージで日本に勝っていきってたら直後に行ったやつよね。そうそう。だから今回も同じことになる可能性がある。日本に生かされる可能性もあるし、本来の目的を見失ってグループステージ日本戦に全力で直後にまた行く可能性もある。最近の韓国って重要な試合で日本に負け、どうでもいい試合で勝って直後に行くってのを繰り返してるからね。アジア大会とかその直後のオリンピック出場をかけたアジアカップなんかまさに、日本も韓国対戦を反面教師として考えなければならない。韓国に勝ってグループステージ突破が目的じゃない。U20 ワールドカップ出場権獲得が目的。ここを見失ってはいけない。これマジでその通りなのよね。先ほどの韓国対戦のどうでもいい試合で日本に勝って直後に行く。そうなると何の意味もない。当然グループステージ突破したら決勝トーナメントがある。重要なのはここ。上位4カ国が U20 ワールドカップ出場権を獲得できる。となると重要なのは準決勝まで勝ち進むこと。当然優勝は目指すが一番の目的はワールドカップ出場権獲得。そのために決勝トーナメントを見据えた戦略がグループステージでは最重要になってくる。韓国に勝つことが目的ではない。ワールドカップ出場権獲得という目的のためにどんな戦略をするか楽しみね。前回大会は準決勝でイラクに負けてる。だけど成績上位4チームだから本大会に行けた。いかに組み合わせが重要かわかるな。
厳しい試合が予想されるが頑張ってほしい。そして韓国は歴史を繰り返すのか様子を見てみよう。歴史を忘れた民族に未来はない。アジア最終予選、そして U20 アジアカップはリアルタイム編集で試合直後に投稿予定だ。日本戦だけでなく注目試合含めて、今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で今回の件どう思ったか聞かせてね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。